だからとにかくめっちゃ腰痛い。おかげになった方がいいよ。もうなんか俺も全部はい。じゃあおいけ。負けた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 。これもう優雅に出してない発言で一回言おうかなって。いけいけいけ。煽りますね。いけいけ。これ本当にこれマジバナで。マジバナ。マジバナで。俺実はさ、刑務所から出てきた後初めて。あの銃撃された安倍首相に、はい、会った時会った時なんて知り合いの結婚式だった、うんうん、安倍さんいて俺はもうだから選挙に出た時以来かな、いやその後かな、ほんと超久しぶりに会った、うん、で俺を見る瞬間にあーっつって、うん、だから言っただろお前さ、あそこで当選しなかったからお前捕まったんだよって言われておお言われた、いやどうよ真面目なよ、いい話だよ、本当にいい話だよ、当選してたらじゃあ違うってことなんですね、いや俺安倍氏だから言ったの、だから、そうね、当選をするってことはすごく大事な話で、そうなんだよ、俺はやっぱりさ若かったし、はい、今果敢なチャレンジをして、うん、亀井静香さんっていう、はい、こう日本でも有数のめっちゃ強い政治家にガチ勝負を挑んだわけ、はい、で、あれが敗退したんだけど、うん、やっぱもうちょっと弱いところで絶対、そうですよね、絶対勝つ勝負をすべきだったんですよ、もっとあったっすよね、いやいや全然、いやそれは楽勝、楽勝っすよ、うん、なんでそこ、なんでそこ行ったの、いやもうね一瞬で勝とうと思った、一瞬で首相になると思った、なんなら安倍首相の第一期の安倍首相に勝とうと思った、あ、行き急いだもんね、ある意味で、まあ今でも行き急いでるが、当時の俺はもっと行き急いでたので、いやつだなこいつ、でもね俺も今でも思い出すよ、安倍さんがね亡くなられてね、思ったのはあの時のシーンを、あー久しぶりだなお前っつって、でいやお前あの時さ当選してれば捕まんなかったのになとかって言われて、